いや、なんか高速道路の乗るのも久しぶりやな。よっしゃ、ホンダE、行くぜ。この加速感いや、すごいね。いや、もう最近ね、やっぱ走りを楽しんでる感じも出てきました。ちょっと前までね、やっぱ燃費をね気にしすぎてあんまりアクセル踏んでなかったんですけど、これ実話なんですけど、ただね、なんかもう慣れてきたんで、すごいもうある程度これぐらい踏んだらこれぐらい減るなっていうのがね分かってきたんで、もうすごいグイグイ踏んじゃいますよ今日はね。うわ、あ、すごい、これ早すぎてちょっと前の車にすぐ追いつくっていうね。いやー、あのテスラとかのあのパワーいるのっていう感じですけど、いや、テスラはすごい、あのパワーあのパワーはすごいよな。いや、イーロンマスクすごいと思う。最近ね、結構調べてるんですよ、イーロンマスク。いろんな事業をしてますよね。まあ、有名なのが、あの、スペース X ですよね。あの、宇宙事業をやってます。宇宙事業ね。あの、ZOZO タウンの前澤さんが、宇宙旅行のね、チケット買ったっていうので有名でしたけども、あれで、まあ、宇宙にね、人工衛星をもうね、いっぱい打ち上げてるんですよ。もう去年、60機ぐらい実は上げてまして、それがね、こう、夜空を見上げると、この人工衛星がね、見えるんですよ。まあ、肉眼ではちょっと、なかなか難しいと思うんですけど、それがね、こう、銀河鉄道みたいにこう、連なってね、バーっとね、飛んでる映像が実はありまして、それ見て、うわ、すげえ。ちょっとね、鳥肌立ちましたよね。で、その人工衛星ね、何のために飛ばしたかっていうと、この電波ですよね。今、もう 5G がもう日本でも始まってまして、それよりももっと強力な電波を宇宙から直接、地球上のどこにいても電波を受け取れるというような、システムを今作ってるということなんですよね。スカイネット。もう本当に、ターミネーターの世界ですよね。地球上を人工衛星をいっぱい飛ばして、もう世界中から電波の送受信をするというようなものがもうすでにリアルにできているということなんですよね。まあ、それができれば車の自動運転化ですよね。自動運転が、まあ、ほぼそれで網羅できるんじゃないだろうかということで、いや、すごいこと考えてるなと。で、あとね、トンネルを掘ったりとかしてね、時速1000キロぐらいで、移動ができると、もう飛行機乗ってるのとあまり変わらないぐらいの、まあ、飛行機よりひょっとしたら速いのかな。で、車もね、なんかそのトレーみたいなのに乗せて、そのまま地下を走らせるっていうね、なんとすごいことを考えてるんだと。まあ、それもなんか着々と進んでるみたいですよね。で、その自動運転ですよ。自動運転は、テスラはね、全く違うシステムを考えてるっていうか、まあ、今すでにそうらしいです。私の乗ってるこのホンダ E とか、まあ、ほとんどのこの EV カーは、まあ、EV カーハイブリッドカー、まあ、自動運転システムは、レーダーですよね。ミリ波レーダーとかで、まあ、3D マップを使って、そこから、まあ、デジタル上で、まあ、操作するといったものなんですよね。まあ、実際の今この目で見えてる道路と同じような 3D マップみたいなのを作って、まあ、日産は 3D マップですねを作って、まあ、そこを、まあ、自動運転で走らせるといったものなんですが、テスラはカメラです。カメラで、まあ、人間の目のようにこう実際映ったものに対して反応していくといったシステムを使ってるらしいですね。なので、まあ、そのビジョン方式を取ったテスラっていうのはすごい汎用性があるわけなんですよね。まあ、スピーディーに、まあ、自動運転が可能になるということらしいです。いや、もうレベル5までもう開発できてるという噂ですよね。もう今すでに入ってるこの、テスラの車の中にはもうすでに
自動運転レベル5まで、備わったコンピューターが入ってると。で、あとはもうシステムのアップデートするだけで、どん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 進化していくといったものなんですよね。このホンダヒーも実は入ってたらいいのになという、発表だけしてないけど実はね、レジェンド今度あのね、レベル3に、今度アップグレードしたのが初めて今年2021年に出すので、まあそれでなんとかね、まあ自動運転の仲間入りといったものですよね、ができると。仲間入りというか、まあ世界で初めての、レベル3に上げるといったものなんですよね。いやー、このホンダ E にも本当にね、入っててほしいわ、本当。俺なんか Wi-Fi はね、備わってるんで、ひょっとしたら使えるんじゃねえかっていうね、薄い期待を持っておりますね。この別にこのビジョン方式でもいいかな、ね、合理的な方を取ってほしいなと思いますけど、まあホンダは多分ね、このミリ波レーダーで、センサーでやってる感じなんで、どうなんでしょうね、やっぱ 3D の方になっちゃうんですかね、デジタルの方になると思います。まあなってると思います。もう今これ前の車追尾してるんで、もう足はねアクセルから離してる状態です。もうこれかなり楽ですね。でハンドルレーンアシストを今、しました。このね左右の白線を、感知して、このセンターにハンドルを持っていこう持っていこうとします。ちょっとこう左に寄ってみますね。はい、あ、ほらこうちょっと左に寄るとほらハンドルがね真ん中に戻っていくんです。今この合流、これ合流の時ちょっと怖いんよね、この ACC って。なんか急に割って入られたら手動に戻さないとダメなんで、こういうね急なカーブはさすがにね怖いんで、さすがに怖かったんで今は手動で曲げましたけど、今ぐらいなんもええー、これ曲げてくれるんかな。今この緩いカーブね、調整してくれました。あ、いいねいいね。いやでもこれ基本的には補助するシステムっていう風に言ってます、このホンダセンシング。なのでやっぱり良くなったなといえども過信せずにまだ自分で運転するっていうのがまだこの今の現時点ですね。完全自動運転までは、まあ、そんなにね遠い未来じゃないかなと実は私は思っております。イーロン・マスクの、テスラモーターの方はもうねなんか、レベル5まで実は車の中に備わってるということを言ってました。で、まあ、それがアップグレードして、まあ今宇宙に打ち上げてるね、スカイネットみたいなあれから電波を直接宇宙から電波を受けて、まあ、自動運転、完璧な自動運転に なるとねえ、多分そういう未来はそんなに遠くないと思いますよ。ひょっとしたらもうこのスピードでいくと5年後ぐらいには実現してるんじゃないかなというぐらいのね勢いで、今このテクノロジーが進むスピードっていうのは本当にすごいなと思います。すごい速いなと思います。っていう感じでね、電気自動車私こんな感じで、よくレビューしております。もしよろしければ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。